最近報道は少ないが、アメリカでの黒人の暴動は、まだあるだろう。なぜ起こるか？ブルーカラー、労働者層に不満があるからだ。好景気だ、という割に末端は苦痛。アベノミクスは、結局は、これまでの3倍で投資政策を行います。むちゃくちゃな、しかし。諸事情があって、日本の場合はうまくいってしまった。日本とアメリカには、差がある。民主主義の犠牲者らは正直、民主主義が死ぬことがその目的ではある。話を世界レベルへ広げても、根本は変わらない。民主主義の犠牲者は、結論的に民主主義を、殺す気だ。民主主義が消えたとき、残っているのは民衆を取り込んだ民尊主義的なものでしかない。それは民主主義、ではない、ので。彼らの憤りは消えて、元に戻る。それでもたった70億人とはいえ、世界が反発するとき。